2番手に今度は柿川があった。先頭は高石、外側から柿川、しかし1番の高石か。優勝戦第8レース、ギリギリ持ちこたえたか。近くて遠かった長年の願い。うるさい同期たちが今回はなんか少なかったんでちょうど良かったかもしれないです、はい、うるさい同期たちが今回はなんか少なかったんで。うるさい同期たちが28期限定ロッカートーク、うるさいやつ集めてみました。イエーイ。今回は28期限定ロッカートークです、皆さんよろしくお願いします。お願いします。この企画は28期でトークテーマに沿ってロッカートークをしようという YouTube 企画です。お、どうですか、沖選手。いや、ものすごいいい企画なんじゃないですか。やっぱりいいと思います。どうでしょうか、中村選手。いいと思います。中村選手、こういうの出るの珍しいですね。そうですね、まあ、苦手なんで。じゃあそろそろ始めていってよろしいでしょうか。はい、お願いします。行け。じゃあまず最初のトークテーマはこちらです。じゃあ、おめでとうでは一人ずつ。あ、花がないよ、花が。花とか用意しなかったの。なんか黒か。だってゲー黒の時あったじゃん。黒あんのに。あんの使いましたよ。使いました。花と長谷川の方で。あるあるある。あった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 。いいね。はい、いいね。花と長谷川さんですよね。一人ずつ求める。求める。本当にそんなこと書いてあんの。書いてないけど。私の初優勝についてちょっと質問しますが、皆さんはリアルタイムで見ていましたか。はい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 、見てました。見てました。三陽で見てました。一緒に見てました。一人寝てたやつがいる。俺たちはね、その時間に寝てるやつだって。俺たちはエンジンマジックだ。エンジン組んでね、勝った瞬間エンジン組んで。そうだよ、俺泣いたんだから。な、嘘だけ言うじゃん。泣いて5分後に飯食ってた。手で飯食ってた。ちなみに皆さんは初優勝の時覚えてますか。自分の初優勝どういうだったか覚えてますか。覚えてます。俺もなんとなくみんな覚えてるけど、大木は2級の時に1回勝ったの。そうだね。そうだね。あちゃんは覚えてねえな。川口オートで初で。あ、そう。二級者で。俺伊勢崎。伊勢崎。あ、伊勢崎だ。一緒に一緒にだもんね。私は船橋ですね。はい。まあそういう感じですね。最近は、はい、古木くんも優勝したし、続いてますね、初V が。そうだね。素晴らしい。めでたい話でございます。はい、ありがとうございます。じゃあ、片言。これ編集できるじゃん。はい、できるでしょ。続いてのトークテーマはこちらです。じゃじゃん。28期の思い出話。思い出。何か皆さんありますか。養成所の思い出とか。これ言っていいのかね。全部ダメでしょ。ダメでしょ。まあダメだって。ダメなのカットしてくれよ。西がモップで。西がモップ。事件もあったね。モップの原因が勝ったって喋る。いやいや、まあ粗相して。怒られて。みんなで怒られた時があったんでね。その時に。悪いことして。どうぞ。で、西原くんは、お前2回目だろうって言って、西原くんだけ2回目で、そうそうみたいに引きずられてました。お前もう帰れなんて言われて。ああ、まあ、に、あんま同期旅行とかで。同期旅行もあったしね。沖縄3回ぐらい行ったんですか。2回行ったかな。沖縄、大阪、うん、あ、今年もあるよ。あ、そうだね。今年も同期旅行、20年目の旅行があるんですが、誰も辞めてないんじゃっきね。うん、素晴らしい。素晴らしい。言えないんだよ。言えないんだよ。そう。浮かべ物、浮かべ物全部。ボートレースグランプリ完全 V とかどうですか、思い出。覚えてますか。忘れちゃったよ。金髪で、ヘルメットとかで。バルデラマ。バルデラマ。あったね、バルデラマ。どうですか、グランプリ。どうですか、SG グランドスラムの時とか。スーパースターとか、あのガッツポーズとかどうですか。あったね。内戦審議でさ、15分ぐらい待たされてさ、どうでしたか。なんかあったね。青山選手はズドンと言って、初めてあの時マーチャの青い子を見た。え、ナイト2みたいな。15分ぐらい待ってたよね、多分ね。
15分ぐらい待ってまあギリギリのせギリギリのせめぎ合いを吉森さん吉森さん特別出演じゃん映っちゃうあ、ダメだ椅子先だからやば怒られるよ三浦さんに怒られるよ G1 発生派G1 発生派の忘れましたね、昔の話は本当です朝6時にみっちゃんが隣にいたのを覚えてくれるそう、あ最終日のみっつって最終日ね俺ヒカルのその G1 優勝の写真を俺なんかチャリティで落としたあ、落としたね落としたもんね手いくらかわかんないけどあれしばらく持ってたよ、うん、ほら今でどこにあるかわかんないあれでスーあれでねあれのおかげであれねはいじゃあ次のテーマ行かせていただきます皆さん私これハマってます何かありますか、まあ、でもあれこれはもう40過ぎてこれハマるとかあんまないねなんかハマることありますか俺はドラクエウォークかなあ携帯ゲームですね、うん、やってるね携帯ゲームやってる運動家だよね、うん、一番で酒飲んでたもんねえ？それとカットじゃない。一市場ハマってるもんね。市場美味しいもん食べてさ。朝一。昼間からね。酒飲んで。あれそれ。素晴らしい趣味だよ。いやいい趣味でいい趣味。お酒が好きだもんね。まあじゃあこれずっとボクシングにハマってる。ずっと見続けてるね。好きだもんね。今じゃないけどね。ずっとで。ミーさんは？ミーさん。いや僕はまあ。ギャンブルは好きかなこれだろこれだろロンまあ、ロンかなまず一番好きなのギャンブル平川さんも最近麻雀をやるようになったんで一緒にやることが多いですねはいギャンブルは何でも好きですねはいよく見てるしやるのも見るのも大好きですね自分はで、爆祭があるよね爆祭がある爆祭がある当てるもんねすごい競馬とかも大好きですねはいどうですかこんなもんですか、うん、こんなもんじゃない、はいはい、お客様どうでしたでしょうかこれで、はい、28期の何トーク思い出トーク思い出トークじゃないね初優勝おめでとう、ね、初優勝おめでとうのトークを終わらせていただきますありがとうよろしければチャンネル登録をよろしくお願いします。お願いします。